はい、皆さんおはようございます。ここはですね、首都高速5号線志村料金所です。今日はですね、西へこれから向かいます。ハイエースの慣らし運転を兼ねたちょっとロングドライブですねをしようと思います。それでは行ってみましょう。はい、エンジン始動しました。今午前4時4分ですね。で、以前もこのツーリングする時に任線でこの志村料金所からスタートしたことあるんですけど、今日もちょっと全く同じ感じでして、今日はどこに行くかというと、三重県の鳥羽ですね、鳥羽フードにですね、もう多分ラストチャンスになると思うんですけど、あの牡蠣を食べにね行こうっていうことなんですよ。で、これ今オドメーターが202キロなんで、まあ行って帰ってくると、あの慣らし運転ね、このハイエースの慣らし運転が終わるだろうという感じなんですよね。はい、さて今日は、牡蠣にありつけるでしょうか。なんか限定販売になっちゃったみたいなんでね、もう今日3月何日 ?21? 春分の日?もう本当終わりですよね、牡蠣シーズンもね。だから食べられるかどうかということで、こうご期待です。はい。はい。じゃあ出発でーす。ですけど、まだ真っ暗ですね。一応ね、昼までには着く予定なんですけどね。はい、ETC この先、OK、料金所です。今日は一日ちょっと長くなりそうですけど、一つよろしくお願いします。さあ、こっから500キロですね。500キロ行きたいと思います。はい、御殿場まで来ました。ちょっと見えますかね、遠いか。富士山は、今日の富士山はこんな感じ。映ってない。結構見えるのはでかく見えるんですけどね、アクションカムだと透明になっちゃいますね。はい、三重に入ってきました。今伊勢道を走ってますね。もうどこなんだろう、四日市過ぎてしばらく亀山も過ぎたところですね。あのってところでちょっとトイレ休憩しますね。あんのって書いてあのって読むのかな、ちょっとよくわかんないですけど、ここってあれじゃないかな、ひょっとしてあの伊勢吉さんが GGR パンクしてレッカー呼んだとこじゃなかった、このあのとかいうとこね。曰く付きのパーキングでちょっとトイレ休憩しようと思います。はい、ということで、あのパーキングに入ります。本弁のかな、乗用車こちら、
てるからもうここ突っ込んじゃえ。ちょっと遠いな、遠いけどしょうがないですね。でしょうか今日はね。なんかそろそろ目的地だって言ってんだけど、もっと先じゃなかったっけな、こんな近かったっけ、そろそろだっけ。あれバイクで来んのと全然感覚が違うよね。まもなく目的地です。あ、もう着いちゃった、そこだ。なんか早かったな。目的地は左側にあります。あっという間でした。はい、まだ開店前、まだ11時なってない。ということで、トマフードさんにまた来ましたよ。今日は牡蠣、唐揚げ、しらす丼を食べたいですね。ということで、もうステッカーが増えてる。この辺の人が増えてる。距離が。あれ、このオリーブオイル漬けとラー油漬けってもうないんですか？あ、そうなんだ、残念。前オリーブオイルのやつ買ってったの。間に合いましたよ、なんとかこれに。今野球やってるんですけど劣勢ですね。とりあえず飯食います。飯、ということで、はい、これが鳥羽の展望台からの絶景です。いや、それで今日鳥羽フードさんで牡蠣、唐揚げ、しらす丼なんとか食べられましたよ。まあ、もう最後らしいですよ。今週末にはもう終わるだろうって言ってましたよ。ほんとラッキーでした。で、今日はね、蒲焼き味と唐揚げのハイブリッドでね、二度おいしいってやつをね作ってくれたんで、それでいただいたんですけど、うまいっすね。牡蠣の唐揚げ初めて食べましたよ。で、下の方にこうしらすが仕込んであってね、お腹いっぱいでした。はい、いや、来てよかったですよ、最後ね、今シーズン。はい、そしたら今日はですね、鳥羽フードさんに、ランチに来て、牡蠣、唐揚げ、なんていうの、しらす丼、
かば焼き風味ハーフ&ハーフっていうのをいただきましたという回でした。